ひさしです。どうも、もときざかお、まさい。ドテネのお時間です。やったー。本日、ご報告がございます。はい、フィッシャーズ YouTube のね、動画制作以外にもいろんなことに力をね、入れているんですけど、あれ、このドテネっていうのは、フィッシャーズのね、オリジナルブランドで、まあ今回ね、そこからちょっと新しいものが出るよという。わー、ついに出す商品は、なんか普通じゃなく、ちょっとおもろくありたいというか。いや、そうだね、そうだね。で、なんかちょっと子供がなんかドキドキワクワクできるようなものをお届けしたいみたいなところあるじゃないですか。うんうん。今回の3つ目の商品もね、かなりそういったものになってると思います。はい、確かに。作ってる場所にね、これは実は行ってきたんですね。はい、どういったものを作ってるのかっていうのをね、見せたいなと思うんで、うん、まずそちらでの、様子をご覧ください。どうぞ。なんか一人紛れてる、一人紛れてるな、本職が。お薬必要ですか？すごいね、なんかお前だけ本当にマジでちゃんと働いてる人みたいな。100円じゃん、ちょっとここに立って前向いてみる、うん、はい、じゃあとりあえずお薬出しとくんで。とりあえずっていうのは一旦、じゃあこれで。いきますよ。はい、分かった。それではオープン。うわー、めっちゃ明る。え、おっ、おー、めっちゃ綺麗。え、何あれ、化学室、化学室。すごい。今ロング尺ミニサラスプーンで、なんだそれは。ごめん、伝わんなかったわ。細長いスプーンがなんそれ。あれでチリ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 って計算してる。行きますか。邪魔します。邪魔します。失礼します。失礼します。うわー、これは思ったよりたくさんの方が。すごい。何書かれてるか全然わかんなかった。あんまりしか書いてない。うなぎ8グラムみたいな。何？サビ？なりそうだけど。ロングシャツ。ミニダロス。あれね。はいはいはい。名前とか。役さじ。役さじか。サラサラ。サラサラ。役さじ。ロングシャツミニジャックスプーンじゃなかったよね。短くてよかった。ちょっとだけ触れても大丈夫。あ、いいの。これは何ですか。それは違う、それじゃない、それいいです。いや、それは違う、博多通り物じゃん。あ、すいません、やめてください。それは何使うの。違う違う違う、使わない、使わない、使わない、だからどれを選んでるの。こんだけ気になるなと思った。なんだろうな。学習室案内先。あ、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。あ、そうです。かぶせすぎて。カメラマンは顔全部いったぞ今。衛生的によろしくない顔してて今。顔？顔。衛生的によろしくない顔？顔。不衛生な顔。不衛生な顔。特殊エリア。え？ネズミ取り嘘でしょ？嘘？嘘かい？いや、半分本当だ。え、半分本当だ。やっぱゴミを取るんだね。本当なんだ。ペタペタでゴミがこっから先に入らないようにしてる。なるほど。あ、本当や。なんか、何あれ、メカ。なんだね、メカ。なんだこれ、メカだ。なんか、増流器。増流器聞いたことない。粉を下流にしていく機械とあります。あー、粒状にするってことか。はい。なんか分かったし。うん。何分かった。うん、靴下が2ペア干されてる。穴開いてんのかと思ったの。そう、開いてないんだよ。開いてないの。開いてないの。うん。あ、ほんとだ。伸びろ、伸びろできたよ、伸びろ。お、お願いします。やった。うわー、すげー。お、あの、うわー、あー、開いた。あ、開くんだ。じゃあ、メロンパンに入れておきます。え、すごい、それ取れるの。ココア味の伸びろね。おお、入った入った入った。メロンパンに。これもなんか下から行くんで、上から行くんだと思った、ね。伸びろが閉じ込められた。今風が出てる。あー、待ってる。うわー、すげー。なんだあれ、すげー、すげー。風強い日の土手みたいになってる。いや、ほんと。今からちょっと液体を吹いてみようと思います。はい、はい。え、出てんの今。緊張にここから出てきます。くそくそ。水への浸水性を溶けやすく、溶けやすくするために。へえ、あ、こういうの必要なんだ。
粉だから溶けると思ったけど、そういうことじゃないんだね。ここからか。止まった。卵造りは終わりです。おお。出来上がり？こうして水に溶けやすくなっていくと。おお。すごい。その過程は知らんかったな。うまい。おお。テクイ。あれ絶対ミスったことあるだろうな。1回ぐらいはあるよな。あるよ。俺だったらあれミスるもん。あらーってなるよね。あ、もらえた。ありがとうございます。ああ。なんか全然違うなマジで。すごい。本当はすぐになってるわ。うん。ありがとうございました。ありがとうございます。持ち帰ろう。おい、あっち行こう。ちょっとあの元科学部2人に。はい。ここは任せましょう。科学部での一番の思い出とかある？科学部で映像を作ったぐらい。その PV の中でも科学実験とかしたの？してない。実験してない。だから俺らパンを作ってるだけだっつってんだろ。パン部や。パン部なんだ。パン部って何？パン部。ほんでパン部って。クッキング部や。液体窒素でなんかしたぐらいだよ。あ、やってんじゃん。液体窒素しか知らないだろ。じゃあどうも、フィッシャーズの元科学部のダーマとマサイです。はい、じゃあ本で紹介するのはこちら。めちゃくちゃ元気。ライフスタイルブランドトテネカで出る伸びろ。まずこちら目を引くのがカルシウム。うん、うん、何グラム入ってると思います？510グラムです。入りすぎ。違う、そうじゃない。510グラム入りすぎ。違う、そうじゃない。じゃあ見てなおミスるんかよ。510mg 入ってます。はい、ありがとうございます。他には乳酸菌が1000億個入ってます。1000億個。あとは鉄が 6.1mg。 ほう。ガバガバが 30mg。 あいつがガバガバや。ガバ。あと7種のビタミン入ってます。これカルシウムなんです。カルシウムって粉で見たことあんまりないと思うんですよ。ないですね。で、伸びろはつまりこれぐらいの量が入っているってことですか？わあ、わからないです。強すぎる。そういうことか。適当なこと言えないからな。適当なこと言えない。そうですよね。なんか、ざわざわしてきた。ざわざわしてきた。大丈夫か。ざわざわしてきた。大丈夫か。大丈夫か。ここにあるカルシウムは、伸びろ2袋分の栄養素が入ってます。すごいですね。およそ。こちらは何ですか？こちらは、伸びろコカの増量用の粉ですね。違うっぽいよ。じゃあこれなんて言うんだろう。なんこれなんで。なんか増量用じゃない。ゾワゾワしてきた。ゾワゾワしてきた。美味しくする部分だったりタンパク質だったりが入ってます。全部入ってます。いろんな全部。いや、まだだよ。全部伸びろの美味しい部分です。あの主要の栄養素以外の、まあ、美味しい部分がこれですね。なるほど。で、これがそのココアです。ココアの原料ですね。ココアのね、粉ですね。はい。で、こちらがさっきの主要な栄養素たちですね。はい。これが乳酸菌の原料。あ、こんな色してんだ。乳酸菌？ピンクじゃない、なんて肌色みたいなイメージが強いよね。まあ、でも実際はこんな色。で、こちらが鉄。鉄分ってこんな色してんだ。鉄ってさ、やっぱなんかあのシルバーな感じが。鉄の方が明るいね。はい、こちら鉄です。これはビタミンですね。あ、ビタミンか。ビタミンっぽい。ビタミンっぽい。ちゃんと黄色っぽいね。で、こっちがギャバですね。ガバですね。で、こちらの粉をすべてガッチャンコすることで、うん、これがあのとにかく混ぜただけで、こっちがさっきのあの空気でこう混ぜて水やって粒にするやつあったじゃん。あの機械でやったやつ。結構見た目的にもね、差があるね。混ぜただけの方を一回ちょっと溶かしてみようと思います。うん、はい。すくった意味ある？あんまりないです。浮いてる。めちゃくちゃ浮くね。あんまり水に溶けないんだね。弾いちゃってるね。うん。混ぜてるんで、その間にちょっとそっちも試してみようかな。はい、粒にしたやつです。ここまで美味しい。おー、早い早い。おお、すごい。あ、すごい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 。早い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 。全然違う。美味しそう。いただきます。いただきます。うん、こっちはしっかり混ざってる。水と粉ですね。
そうなんだ、味的にはすごいいいんだけど、水を飲んだ後になんか粉が美味しいって感じがする。ああ、うん、してる。そうなんだ。これはもうしっかりココア完成ですね。こっち未完成ですね。ああ、なるほど、うん、粉の違いで。ね、機械1個通したけどこんなにも違いが出るんだなって。ね、あの機械すごいな。ね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。どこでやってる。ということでですね、はい、今回、皆さんの手元に届くかもしれない、届いてほしい、うん、3つ目の、ドテネからの商品は伸びろうでございます。あ、成長サポート飲料っていうね、うん、今回ちょっとこの伸びろうで、まあなんかいろんなムーブを作れたらなみたいな。ただ伸びろうを出すだけじゃダメだよね、うん、なんかそれに加えてなんか1点2点いろいろとやって、まあみんなと一緒に遊べたらいいなという。だから会議からもう遊び感覚でいろんな意見出して、それをまたみんながさ楽しく遊んでくれると考えると嬉しいですよね、うん。グミもバスボムもね、うん、すごいみんなやってくれたり買ってくれて、ね、食べてくれたりしたから、すごいトレンドの数だったね。そう、高かったね。お店から消えるってね、いや、ありがたい、結構言ってもらえて、うん、またこれでもその現象が起きてほしいなと思います。まあそうですね。いや、やっぱこういうのってさ、子供の頃絶対通ってるじゃん。あ、そうだね。で、やっぱ昔自分がこういうのをなんかお母さんお父さんに買ってって買ってもらってたから、うん、今これ俺らが作れてるっていうのがすごい感動してるわ、うん、確かにそうだね。今ちょっとサンプルなんですけど、ここにあるのはこれココアとイチゴミルクね。カルシウムがね、510mg とか、うん、鉄 6.1 とか、うん、まあ、鉄も結構あの含まれてるんでね、ふらつきやすい方にもこちら飲んでいただければなと思っております、うん。乳酸菌、これ1000億個1000億個、すごいよ ね、 この1000億っていうギャグみたいな数字ちゃんと入ってるみたいです。すげー。はい、こんな感じで成分もあの気になる方いたらね、ここのパッケージのここね見れば載ってますので、うん、表に書いたのか分かりやすいね、うん、そうだね、うん、これね、ただね、その飲むだけじゃないんですよこれ。そう、なんで伸びろって名前にしたかと、成長サポートっていうのがあって、まあ俺らもね、まあいろいろと YouTube 的にもなんですけど、まあ人としても成長しなきゃいけないんですけど、うん、まあ一緒にね、まあ成長していくっていう、まあそういう伸びろ、うん、そういう伸びろと、うん、これちゃんと伸びるんですよ。伸びろは伸びるから伸びろなんですよ、うん、そうだね。固めるとアイスになる。そう、それすごい、これがうまいんだよな。伸びるさ、まあ、トルコアイスみたいなのあるじゃないですか、うん、あんな感じで今回のこの伸びろはアイスにしても伸びるんですよ。ここが俺らの遊びポイント。そう、うん、遊び心あるね。そう、かなり不思議な成長サポート飲料ですね、うん、この後ろの柄とかこの字体とかめちゃくちゃこだわったんです。青もうちょっとここのサイド開けてくださいとか、ね、うん、そういうねぐらいやりました。入れる成分までみんなで話し合ったもんね。そうだね、うん、何がいいみたいな、まあやっぱ成長があるからカルシウムはこう前出したよね、乳酸菌前出したよねとか、いろんな伸びろうって思いが詰まってる。そうで、あの俺らの伸びもあるよ。やっぱ出すんだったら、うん、みんなにはさ、やっぱまあ買ってほしいし、うん、これも伸びろってことですよね、うん、そうだね、うん、じゃあちょっとね、今ここにいろいろと置いてあるんで、はい、多分皆さんも分かんないものあると思うんで一応説明していきましょうか。お願いします。これでいくか。もうこのでけえがなやっぱ気になってるんですね。かなり黄色で目立ってたんで、これから説明すると伸びろうセットです。うんうん、うれおい、あ、伸びろうセットドーン。おお、はい、ほら見て上、なんだこれ。これな、斬新な新しい、これ伸びろうの、まあ、特別なシェイカーでございます。おい、ちょっと哺乳瓶みたいなのが可愛いよね。確かに、ね、形もいい。どちらの横に置いてほしい。そうそう、可愛いね、あのシェイカーです、うん、はい、この伸びろうセットに入ってます。いいね。で、こういうねちっちゃい人形、ドテネね、可愛い、はい、あのいちごミルクもココアも入ってます。あ、すごい。どちらも入ってます。楽しめるね、味比べみたいな、ね、そうだね、うん、こともしてもらって、でせっかくだからね、このシェイカーで作ってもらって、いいね。ご感想など Twitter とかインスタとかで聞かせてください。お願いします、はい、これがオンラインで手に入るんだよね。そうです、うん、こちらがオンラインで手に入る伸びろうセットでございます、はい、まあね、これ、まああのみんなに買ってほしいと、うん、はい、限定1000個なの、1000セットなので、うん、まあ、完売を目指したい、うん、とこですよね。皆さん、あのぜひともよろしくお願いします、ね、お願いします、お願いします、お願いします、よろしくお願いします、お願いします。いや、これは完売目指したい、うんうん、で、
これも入ってるみたいですね。伸びろガイドブック、まあいろんなこと書いてありまして、まあ、フィッシャーズのことも書いてあるし、まあ伸びろのね、飲み方なんかも書いてあるんですね。飲み方とっても簡単っつって、牛乳溶かして飲む、アイスにして食べるとかね、いろいろとよくあるご質問とかもあって、あらもう、あ、これも読んでみてください。なんかドテネ君がね、あのなんかいろいろと困ってますね。かわいい、かわいい、これかわいい。そう、まあ、ガイドブックも読んでみてください。これもなかなか面白い試作なんじゃないでしょうかね。なんだろう、今ね、オンラインでこの伸びろ買うとですね、これが今、なんか手に入るみたいですね。こちら、なんかわかります？それ系のやつ、うちいっぱいやるんだ。やっぱ、子供とやっぱやるんだね。絶対やる。台紙が、ランダムで一つね、あの皆さんのもとに届くと思います、うん、はいはいはい。これがね、楽しい空の旅で天まで届く豆の木とかね、うん、海底探検とか、はい、この後ろにね、シールがあります。かわいい、はい、いや、こういうのいいんだよな。さっきの台紙にこのシールを貼ってきます。で、これよく見るとあの10杯達成と書いてあるんですよ。みんながね、伸びろを飲んでくれたら飲んだ杯数分ここにシールを貼ってって、うん、まあ、15杯、ね、達成できるかみたいな、そんなね、はい、遊びもできます。うん、はい、これね、親からするとね、例えば何か達成した時のご褒美とかに使えたりするから、うん、そうだね、親目線としても超ありがたい。あー、そうなんですね。ちょっと味方だよね、親の味方かもしれない。親の味方ですね。こんなね、遊びもひらめいちゃったのでやってみよう。これいいやな。はい、で、しかもね、これもあるんですよ。これポストカード、ポストカードなんですけど、はい、これはあのドテネの商品を買ったらついてきますよ、うん、で、これもね、種類があるんですよ。これみんなとドテネくんバージョンね。はい、もっと汁マカオ、おい、マ、ま、ザカオ、ザカオ、ザカオ、これダーマね。こんな人いましたっけ、ね、誰が続いてる。で、これナホです。はい、あれ、おい、俺じゃねえぞ。まさにね、このポストカードなんですけど、うん、なんでこれ全部繋がるようになってます。だからしかもね、どこからでも繋がるんで、こうやって繋げられたら、うん、ほら、並べてね、遊ぶことができますね、うんうん、これはね、全部繋がったバージョンはあなたが作っていただいて、一枚にしたいね。そうだ ね、 ね、うん、こういったね、まあ、ドテネからポストカードの遊びもできますと、うん、これはちょっと俺も普通にやりたいな。ね、ね、欲しいよ。かわいいしな。かわいいよね。え、もらえないですか。今日もらえないです。嘘だ。俺はもう厳しいね、自信があるわ。千光さんセット買わせていただき、買ってください。いや、1個減らしちゃうの。いや、もう減らさないで。みんなに届けたい。あの、これはあのドテネ商品なら何でもいい、お金組を買ってください。わかりました。ないですよ、その関係者からと思うとし。甘えないでください。厳しいな、うちら。お金を支払って何かを得るっていうのは俺も常にお金組で学びました。そっからなんだ。でね、うん、ちょっとまだまだあのご報告があるんですけど、詳しく言っちゃうとだみんな頭パンパンになっちゃうと思うんで、ね、確かにこれでさえも結構なるようになるね。結構あるから、全てはあの言えないこともあるんですけど、うん、ポップアップショップもやろうと思ってます。うえー、伸びろうのイベントもいいね、やろうと思ってるんですよ。ミニショップ的なね。そうですね、まあそこで買ったりもできるし、もしかしたらなんかあるかもよっていうやつですね。なんかねまあね、そこはちょっと今細かく決めてる最中なのであんまり言えないんですけど、うん、日付だけお知らせしとく。あー、いいですか。場所はまだ言えないんですけど、はい、関東の方は5月12日から14日、うん、はい、で関西の方は5月26日から28日、うん、はい、までやってます。おー、うん、はい、まあ自分たちも行けたらいいなとは思ってます、うん、そうだね、はい、まあそのために一応いろいろと頑張ります。うん、頑張ります、はい。いやー、という、まあ、ポップアップもやります。伸びろうというものが、まあ、そもそも出ます。オンラインでも楽しめることがいっぱいあります。あと何かありましたっけ。もう分かんなかったら概要欄のホームページ、まあ、一番大事です。俺らも多分ね、忘れてることあるからね。あるかも。そうですね。いや、でもあのそれこそあの皆さんからのドテネに対する、ね、思いとかもめちゃくちゃツイートで見てて。そう、すごいよな、ハッシュタグもね。ドテネ君をね、あの書くやつあるじゃないですか、うん、塗り絵のやつ、あれもね、見させてもらってます。なんかもう雪だるまね、と色を学んでくれてる人もいるんだよね。そう、やっぱ色塗るって楽しいじゃないですか、うん、いっぱいやった子ってやっぱ上手になってくし、そう、うんうん、この子なんか色塗り今やってくれて色学んでんだなっていうのはね、結構なんかいいなと思うんですよね。グッズ作ってくれた人もいるしね、ドテネ君。オリジナルでな。そう、オリジナルでやってる人いるよね、うん、
フィッシャーズのドテネ君がいて、ドテネ君というこの可愛いキャラクターが愛されてるなっていうのが嬉しい、うん、僕ら的にも目指してるところなので、ちょっと今回は気合い入って盛りだくさんしてみました、はい、っていう感じでございます。じゃあちょっとアイスから自分で取れるんで取っちゃっていいですか。俺ちょっと普通にココア飲みます。あ、俺いちご飲む。すげえガッシーだね。そう、結構冷やしたんで。よいしょ、もうれい。こういう飲み物の中に入れちゃってもいいんだもんね、うん、上にね、こう浮かべてもいいわ。そう、確かに。いただきます。ありがとうございます。飲み物の方からどうぞ。あー、うまいな。あ、これマジでうまい。本当に染みてたね。これいちごはね、特に風呂上がりとかで飲みたくなる味してる、うん、いいね、いい甘さなのよ。うまっ。きた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 。いいよ、うまい。こんな感じになってんの、すごくない？うおー、おー、いいね。今の綺麗。アイスうまっ。めちゃくちゃうまい。これね、上手に作るには実はコツがあって、はいはい、固まりかけの時に一回混ぜ混ぜしてあげる。ほう、はいはいはい。で、もう一回凍らすと超いい感じ。へえ、そうなんだ。おお。なんだかんだ大人はそのまんまペロッと食べちゃいそう。あ、ね、そうね。これ夏くんの楽しみだな。そうだね。これ最高だぞな。確かに。いやさ、冬はさ、ちょっとさ、こたつとかに入りながら食うアイスのうまく。いや、めっちゃ、まあ、それはそう。いや、今日の分食べちゃったからもう我慢だな。確かに。一旦。えらい。一旦えらいね。まだいけちゃうから。まだいけちゃう。まだいけちゃうもん。そのためのシールだったりするかもしれない。そうだね。一日一杯までっていうね。我慢もできるよっていうね。うん。ごちそうさま。うん。いろんなものが出るたびにこいつがだんだんさ、うん、可愛くもなってくる。ね、わ、ね、かる、ね、うん、新しい表情が見れる。ね、どうするこれ、100品目ぐらいいったら、こう貫禄出てきたら、ちょっとなんか、ここ、ほくそ笑むすごい。やだな、可愛らしいままでいてほしい。まあそうだね、そのままでこの子いてほしいですね。まあそうするかしないか俺らしないんだけど。まあそうだね、共にね、成長していけたらいいなと思っております、はい、はい。飲み郎はマジでアイスおすすめなんで、おすすめだね。普段作ったらマジで美味しいんで、癖になる。伸びろ、ぜひともオンラインでも、まあ、ポップアップでも、うん、ぜひとも手にしてみてください。はい、お願いします。ポップアップでもちょっと遊べるところ作れたらなとか思ってます。そう、はい、うん、それもまたお楽しみ、お楽しみください、はい。フィッシャーズのドテネでもあるんですけど、うん、もうドテネとして一つのもうブランドとしてフィッシャーズがやってんだぐらいのものにしたいですね、うん、YouTuber のじゃなくてね、ドテネっていうのがもうでっかくなってって、調べたら俺らがやってんだぐらいにしましょう。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではせーの、アデュー。以上報告でした。ありがとう。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。